Não, pai. うわ、ポケモンカード。さあ、それでは参りましょう。会社側3回戦。浅草北斎、カルビスリー。浅草さん予選1位でしたけど、ここにいるということは表が負けてしまったようです。さあ、カルピスさんはルイージです。言われてみれば、ね、確かにカルピスっぽい色のルイージなんだ。足の行く前からさらに掴んでエクウェイ。足の行くから DA だぞ。弱面白い動きをしている。後ろ投げ。おっと上強からクエ。さあ3位 DA から DA。 今度はフォックさん入ってくる。おっと DA、 あれはフォックスの横見読みなんでしょうか、それともソーサミスなのか。はい、起こしましょう。狙っていくが、ここでしっかりと上に上がって、あっと上スマッシュ。空中に代わりに頭を引っ掛けていく。さあ、カルピスルイージ、面白い動きをしてますね。さあ、下投げ上スマ、おっと、逆側、下投げ、食う前、食う前から、逆を狙っていく。さあ、食い狙いながら、おっと、崖に逃げていくルイージを捕まえようとして、ボックスに空襲で反撃。さあ、イージュニョンから、おーっと、ここでさらにルイージが来るしろ。おお、これは面白い。今のは何。なるほど、なるほど。カルピスさん、なんか前の配信も面白いことやった気がする。さあ、1本目はなんと下内から外へ出て内側に横火をやるというね、面白いフィニッシュを見せてくれました。日本選手はカルピス。さあ2本目はワイリー基地の終点か。壁が垂直なステージですね。壁キックまでいきます。さあ前から脇を奪う。さあ下投げ。おっとドリルから弱連打でダメージをかけていく。堅実かつダメージが高い。しかも傘でおっとうまい上。なるほど、これが最近のメージのことなんです。さあクエナバレ、殿下のことスピンすればクエナバレ。足投げ、ボックス逃げられるか、おっとうまい上の傘手からジャンプしてくるしろ。さあジャンプ飛ばしてボックス変えれるか。さあイールに帰って、おっとこれ DA でもう一度追い出す。さあ横さんで狙っていく。えさあ、右から後ろ投げ、これはまだですね。いや、ボールで止めていく。どうなるや、あっと、最後の右を見せ。さあ、つかんで、これはさすがに、おっと、上投げ。後ろではなく上。さあボックス DA からオート開始大力で拾っていく。もう一発ダッシュ様綺麗に決めて、おお、ボリューム返しましたね。上からジャックリンダー、このダメージここで DA 飛んでの、これ下がってジャックリンダー、これ一番突き抜けて、下投げから前、うまい。
るサイクロメジョが決まったー。